株爺さん。はい、前回ね、なんでハンター株をわざわざ借りたのか、そのわけは何か。それはね、1年前の夏休みの北海道ツーリングにわけがあるんですよね。北海道に行くまでの時間と労力がとてつもなかったです。で、今回は新たな旅のスタイルにチャレンジしますね。そしてなぜ2週間動画を更新できなかったか、なぜハンター株を借りたのか、それがこの動画でわかります。それでは行ってみましょう。株爺さん、動画の最後に次回の予告編があります。最後までお付き合いくださいね。はい、皆さんおはようございます。今日は9月の22日ですね。今朝の6時少し前です。どんより曇り空の下をね、テクテクと歩いてるんですけど、ここどこだかわかりますか？って唐突ですよね。もう少しするとね、ここがどこかだいたい察しがつくと思いますよ。いよいよ2023年の株爺さんにとっての遅めの夏休みが来ました。去年は30年ぶりにバイクリターンした後でした。で、長距離長期のツーリングということもあって、何回か経験をね、若い頃に積んでいた北海道のツーリングを実行しました。はい、左上に去年の北海道ツーリング、埼玉から新潟までの自走、そしてフェリーに乗って小樽に着くまでのね、長い時間と労力、これがね、すごい骨身に染みたんですよね。自宅と北海道間の往復に要した時間がざっくり53時間半で、この時間とそれに費やした体力っていうのがすごい大きかったんですよね。2022年の北海道ツーリングをまだ見てないよって方は、概要欄にリンクを貼っておくので、よかったらそちらも見てくださいね。去年は体力使い果たした株爺さん。2023年の北海道ツーリングは、最近取り組んでいる道具類の UL 化だけでなく、自宅から北海道往復の時間と労力も最小化 UL 化して、北海道で過ごす時間を最大化しようというのを目標にしました。ということで、バイクで北海道へ行くのをやめました。はい、どういうこと？はい、見てるとわかりますよ。ということで、ご覧の通り、私今羽田空港で、これから飛行機に乗って北海道へ移動するところなんですね。あれ、ちょっと待ってくださいよ、株爺さん。じゃあ、クロス株、あなたのクロス株どうすんですか？北海道でまさか観光バス、レンタカーで回るわけじゃないですよね。それじゃ株爺さんじゃないもんね。ってことになっちゃいますよね。しかもね、私手ぶらなんですよ。小さなリュック持ってるだけで、預け荷物もないんですよ。はい、前回なんでハンター株を借りたのか、そのわけ、そしてなんで今回テーブルでね、飛行機乗ってんのか、そのわけはこれからわかります。とりあえずね、去年十何時間かけて行った北海道が飛行機であっという間の時間で済みますね。飛行機で飛ぶ爺さん。1時間半であっという間にね、千歳空港に到着しました。このように快晴ですね。向かう先は、はい、もう前回の予告編でほぼネタバレバレでしたが、新千歳空港すぐそばのレンタルバイク屋さんです。借りるバイクは、はい、もちろんハンター株ですね。で、株爺さんが手ぶらで来れているのは、これらのキャリーバッグや小物類を全て事前に宅急便でこのレンタルバイク屋さんに発送してあるからなんです。前回ハンター株を借りたのは、この本番でハンター株に自分の荷物をね、いかに素早くちゃんと積載できるかの予行演習だったんです。で、今まさに本番ってことなんです。はいはいはい、このレンタルバイク屋さんのお兄さんがとても親切な方で、北海道を短期間で長距離走る場合の注意事項、チェーンの錆とかタイヤの摩耗には十分注意してくださいってアドバイスでしたね。結局9時過ぎにここへ着いて、準備完了まで約小1時間でしたね。はい、いよいよね、エンジンかけて出発します。ここからようやく株爺さん。
皆さん、ようやくレンタルバイク屋さんを出発、2023年の北海道ツーリングが始まりましたね。1ヶ月前にハンターカブを借りて予行演習してたんですが、一つやってなかったことがあって、はい、ABS っていうのがどんなもんかね、フルブレーキングで1回ね体感しようってことで今テストしてるとこですね。そしてもう一つ、熊よけスプレーを買ってくることができなかったんで、今ホームセンターを2箇所回りましたが、なんと2軒回ってどちらもね売り切れでした。参りましたね。市街地でもクマが出るということで、スプレーが爆発的に植えちゃってるんですね。想像以上にね気温が高かったもんで、熱中症対策でね飲み物買いました。まずはね国道36号線を南下して苫小牧方面を目指します。はい、頭上にね千歳空港へのアプローチの飛行機が見えますね。はい、ここから左折して235号浦河街道をお邪魔します。浦河街道は室蘭から襟裳岬の手前までを結ぶ太平洋岸の長い街道筋ですね。はい、ここ今向川を渡る向川大橋ですね。左側が昔のクラシックな鉄橋ですね。はい、続いて味のある猿川橋を渡りますね。この辺は鉄橋が味がありますね。はい、日高町に入りましたね。ね、お昼が近づいてきてお腹が空いてきましたんでね、昼食タイムにすることにします。今ねセイコマが見えたんでセイコマで買おうと思いましたが、隣にこのレストランメルシーというのがね目につきました。なんでもハンバーグの定食が美味しいと評判のお店でしたのでね、はい、この人気のねハンバーグ定食でエネルギーチャージします。これからのね長旅に備えてね、腹が減っては戦はできぬってやつですね。バクバク食べます。日高といえば競走馬の故郷ですね。牧場がたくさんあります。はい、そして浦河街道は門別本町で太平洋とご対面です。もうね埼玉県民としては、ね、思わず声が出る、まあね丸い水平線が見えます。はい、静内町に入りました。去年ねここではねキャンプをしたんですよね。磯の香りがね一気にね脳みそに広がってね癒されました。北海道はね単調な道が多いんで時々睡魔に襲われるんです。危ないでしたね。で、はい、浦河町に入りました。ここから一気に内陸の方へ入っていきますね。去年はこれと反対方向で苫小牧方面へ走りましたね。はい、481号に入ります。ハンターカブじいさん、カブじいさんチャンネルは還暦を過ぎた私カブじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマに、ツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、さまざまな道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、どんまいにチャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。はい、これ鹿注意の看板出ましたね。この481号は幹線道路ではないんでねのんびりしてますがね、鹿にはねほんと注意しないといけませんね。北海道のバイク YouTuber タカポンさんやね JJ さんからもね、鹿にはとにかくくれぐれも注意って言われてます。前ちゃんと見てないとね突然鹿が渡るからねって言われてますんでね。はい、ここ道道1025号線のどかなね牧草地帯ですね。はい、ここで道道1025号線に別れを告げて幹線道路の236号線に入ります。これからね日高山脈の方へ走っていきますね。皆さんねもうお気づきだと思うんですけど、今回ね長距離ツーリングに持ってきたカメラ360カメラ、これねやっぱり便利ですね。周囲の風景を余すことなく捉えてくれますね。なんとね牧場の馬が私の方へ寄ってきてくれました。でねバイクを止めてここでね、サムネのショットを撮ろうと思いますね。バシッとね。
9月の下旬ですので日が傾くのがね早くなりましたね。6月7月とはもう明らかに違う日の短さになってますとね。こんな田舎に覆面パトカーが走ってるんでびっくりしましたね。こうやって見ますとねすごいあったかそうに見えますでしょう。実はね意外と冷えてるんですよね。これから目指す方向のね雲行きがちょっと怪しくなってきましたが、まあ大丈夫でしょう。これアクションカメラでは分かりづらいんですけど、いわゆるジェットコースターロードなんですね。遠くまでアップダウン上がったり下がったりです。ではい、これね236号野塚トンネル、日高山脈の下をね延々とくぐってるとこですね。はい、今日1回目のねガソリン給油ですね。燃費が意外と悪くて 48.6 キロ。去年の北海道ツーリングで向かい風とかコンディションが悪い時でもクロスカブでリッター60近く走ってましたけどね。右手にね綺麗な防風林の並木が見えてきました。美しいですね。北海道ならではです。はい、今日のね目的地中類町へ入ってきました。中類町は1969年にナウマンゾウの完璧な骨、全身の骨が化石で発見されてね一躍有名になった町なんですよね。ここがねナウマン公園のホテルで、ここでキャンプ場の受付を済ませますね。でこちらがね中類道の駅ですね。はい、ここがねナウマン公園キャンプ場、左手にねナウマンゾウのね記念館も見えてますね。同じ敷地内にあります。このキャンプ場にはキャンプサイトが大きく分けて3箇所ありましてね、バイクはねこの一番奥静かな場所に通されました。去年の北海道ツーリングの反省も踏まえて今年はね道具のね軽量化に取り組みました。テントはねソロ TP1 からソロドームへ変えましてね、重量でね 320g の軽量化を果たしましたね。キャンプのね味を高めてくれるロマン枠としてはこのキャンドルランタン今年も持ってきましたが、今年はねろうそく仕様です。虫対策は鉄板のこの森林鋼に加えて新兵器フレックステールのベープマットも使える LED ランタン持ってきたんですけど、カバンの中でねスイッチがずっとオンになってたらしくてバッテリーアウトで使えませんでした。同時ですね。熱源は今年は固形燃料オンリー、ガスストーブを持ってくるのやめました。これで 375g の軽量化です。S ビットのポケットストーブからミュニークに変えて 67g の軽量化。鋳鉄製のスキレットをチタニウムフライパンに変更してこれで 626g の軽量化。はい、今晩のメインディッシュは豚丼ですね。今豚肉をねチタニウムフライパンで焼いてるところです。フッ素加工のチタニウムフライパンなんで焦げ付きが軽減されてますね。なかなかいいです。キャンプ用のサンダルはこのピンク、100均のね破けちゃってるねこのサンダル、もういつ捨ててもいいようなの持ってきました。これも軽量化です。はい、フライドライスに豚肉乗せて完成です。はい、キャンプ初日は札幌クラシックいただきますね。もうこれ鉄板ですね、私大好きです。うまいです。北海道ならではの甘だれの豚丼ですね。はい、いただきます。はい、うまいですね。この中類の町はこの地面の中から古代のね恐竜や動物の化石が多く見つかっているってことでね、何でしょう、古代からの時の流れ、地面からのねパワーをね何か感じますね。はい、テントに入ってね今日のね走りを振り返ってるとこです。走行距離は226キロでしたね。明日もね天気は良さそうです。今回はねその日その日の天気を見て行き先を決めるようにしてます。はい、時間は夜の10時過ぎ、そろそろ寝ようと思います。はい、おやすみなさい。ってね電気消したんですけど、子連れのねファミリーキャンパーのねおしゃべりがずーっとねキャンプ場に響き渡っちゃってね、
これ高規格キャンプ場の宿命ですね。もうね、耳栓は必須ですね。マストです。はい、ここから次回の予告編です。はい、天白の初日から小型軽量化の思わぬ落とし穴にはまりましたね。これは予想外でした。海辺でね、ソフトクリームを食べながらはしゃいでると雲行き怪しくなってきちゃいましてね。はい、やっぱりね、ザーザー降りが合いましたね。で、急遽目的地を変更しまして、昭和州のする民宿に泊まりました。夜は温泉街をさまよって、美味しい北海道ならではの料理をいただきます。今回の動画いかがだったでしょうか？チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。毎週土曜日18時、ぜひぜひぜひ見に来てくださいね。Don't miss it.